式、月間ベストフラワー賞っていうのが発表されます。今日はその5月度の月間フラワー賞の発表をしたいと思います。本来は10日にするんですが、ちょっとね僕が体調不良とかで少しこう伸びました。申し訳ないです。はい、では早速今月の月間フラワー賞の作品と、まあ、その作品が選ばれた理由というかね、この作品が良かったよっていう部分を、お話ししていきたいと思います。まずはこちらの作品です。こちらはですね、 N フラワーには海外支部もあります。その海外支部の一つのメキシコ支部を主メキシコ支部の主催をしてくださっている相原智子インストラクターの作品です。メキシコっていうのはね、実は日本と火災の様子がだいぶ違うんですね。まあ、その国その国で本当に僕ね、海外支部を作るようになってからこの海外のお花事情っていうのがものすごく分かるようになってきたんですが、ものすごくねこう流通してるものは違うんですよ。葉っぱなんかも日本ではドラセナなんか普通にこういっぱいこう葉っぱがついてあるじゃないですか。でメキシコだと1枚ずつの葉っぱになって流通していたり、そういう形も違うんですね。まあ、そういう中でメキシコなりの N フラワーっていうのをこう構築してくださった先生なんですけれども、もうやっぱりねすごくうまいです。刃物の使い方、これはねモンステラを半面カットするっていうテクニックを使ってやってるんですけれども、まあ、こういうものの表と裏の使い方とか、あとこのお花なんかも結構ごつい花がメキシコ多いんですけど、その中でもこうごつい花をうまくこう繊細に見せてるんですね。そういうテクニックとか、もうなぜこのアウトラインの作り方とこの下へ葉っぱ高い器が下へ流す感じの雰囲気とか、すべてこれはいいです。バッチリですね。そういうことでベストに入りました。おめでとうございます。はい、次にこちらが中村奈美代インストラクターの作品です。これは太いという植物を折って空間支配をしている中に、まあ、グロリオサとか刃物とかアンセリウムとかを入れてるんですね。そのなんだろうな、例えばこのアレンジから太いを取ってしまったらアレンジ成立実はしないんです。だから実はねこうアレンジ成立してる中に太いを入れて、るっていう作品は多いんですけれども、実はこのね太いも全てこのバランス感覚の中に入れてそれを折りつつですね、折った先っていうのは結構ポイントになるんです。でそのポイント部分をちゃんと作ってお花を生けてるというところがかなりこれ評価高いです。なのでそういうテクニカルな部分がすごいこう長けてる作品です。とても素晴らしいと思います。おめでとうございます。で次の作品、これね俯瞰から撮ってる作品ですね。堀笠由美さんの作品です。これはねもうね刃物、まあ見てもらえばこれも一目瞭然なんですが、刃物の先の先端の細いところは一枚一枚とか一本一本全てが完璧に入ってます。もうねこんだけこう完璧に入れられちゃったらもう選ばざるを得ないなという、これもなんだろうな、まあ、こういうアウトラインの作り方って何気に、まあ、普通にやってるんですけど本当に難しいんですね。それ一つ崩れると綺麗に見えなかったりするんで、まあ、ここまで完璧に入れられちゃうともう本当に完璧に綺麗に見えますね。はい、皆さんもこれぜひ目指してください。ありがとうございます。で次に、こちらは内川元子インストラクターの作品です。こちらはですねスカビオサとかグリーンベルとか、スプレータイプのデルフィニウムとかを使って、まあ本当にこう細い線のお花ばっかりを使って作ってる作品なんです。なのにこの器がごついんですよ。結構ねこのごつい器にこのお花の選択肢って難しいんです。実はやってもらえばわかるけど、
上のお花が完璧に入らなければこのごついお花に、あ、このごつい器にお花が負けます。ただこの作品負けてないんです。これはやっぱりこのバランスがすごくよくできて、だから、ね、こういうごつい器だと強いお花をパンパンパンって入れちゃえば簡単にまとまるんですけど、あえてこういう繊細な花だけでまとめたっていうのが素晴らしいですね。それで、まあ、失敗した例が多いんですけども、このパターンはこういう失敗してないんですね。それがすごいと思いました。もう本当これは技ありの作品の一つだと思います。おめでとうございます。